料理してるのか、なぜだ。そう、誰かにお弁当作ってるとか。弁当、花園光が弁当を作っている。もしかしてこの僕のために。いや、誰も会長だなんて一言も。弁当か。あの、家庭さんのためにお弁当を作ってんです。お弁当か。いいじゃない、ちゃんとママが作ってくれるんだから。うん、そうなんだけどね、似たようなメニューが多くて。しまった、もうこんな時間。お、できたな。おかしいな、柔らかめに設定したんだが。どうするかな、これ。ランチあるけど、K どうする？どうぞお構いなく、まだお腹も空いてませんし。もうすぐ光の弁当もできるって。朝からずっと作ってるしね。でもまあ、あんまり無理するなよ。滝島、できたぞ。待たせたな。いえ、そんなに待ってませんよ。顔には出てないが、ものすごく喜んでるな、キー。うん、朝から何も食べてないしね。ほら、おにぎりだぞ。本当はおかずも作りたかったんだけどな。ほら、当たると痛そう。ああ、やっぱあれ砲丸なんじゃ。ただし、食べます。あ、落ちたやつだぞ。それでも食べます。ダメだ。待ってろ、作り直す。まあ仕方ないわね。あれでも精一杯やったのよ。料理に関しては努力じゃ補いきれないものがあるのかもしれないわね。ああ、危なかった。もう少しであんなまずいもん食わすところだった。そういえば小さい頃から料理は一度たりともうまくいったことないんだよな。いや、努力すればきっと。光。すみません、面倒なことを頼んでしまって。先ほどのおにぎりいただけませんか。食べますから。ダメだ、あんなもん食わせられるか。でも。いいんだ、作りたいんだ。勝負の約束は必ず守らないとな。私が負けたんだし、正々堂々うまい弁当を作ってやるよ。ん？そうですか。なら俺は何も言いません。せいぜい頑張ってください。兄さん。兄って言うな。たく、なんだ、あいつ何しに来たんだ。よし、頑張ってやってみるか。はい、それじゃあみんなでお弁当食べましょうね。はーい。卵焼きだぞ、こっちはタコさんウィーナーだ。
作りおにぎり。あん。ケイ様。あ。うわあ、すげえ。タクシマくんいいな。こうか。でも米が砕けるな。何がいけないんだ、力が強すぎるのか。だったら強い米を探せばいいんだよな。砕けない米、砕けない米、絶対に砕けない幻の米、稲光。これだ。よし、早速作るぞ。すお、さすが稲光、米も砕けなくていい感じだよな。よし、今度こそ完璧だ。お昼の紅茶はキーマンにしてみたの。ランに似た香りが特徴なのよ。なんでもいいや。よしよし。お、相当お腹空いてるんじゃないか。大丈夫かな。ちょっと様子見てくるわ。またやっちゃった。悪いな、ちょっと汚くしちゃって。まあそれはいいんだけど。よし、次だ次。Look.